は EV カーシェアリング開始のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのはエネルギー政策推進課の山口さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この小田原市でも6月に EV カーシェアリング事業が始まった、はい、ということなんですけれども、この EV カーシェアリング事業、これはどういった事業なんでしょうか。はい、EV、電気自動車ですね、環境に優しい電気自動車に特化したカーシェアリングサービスということで、市内を中心とした県政地域に EV を約100台設置をしまして、カーシェアリング事業を行うというものになっております。特徴としましてはですね、地域で発電した電気、再生可能エネルギーをですね、なるべく使うというような形で非常に環境に優しいというようなことがあります。でまたバッテリーを積んでおりますので、そうしたものを、災害時には非常用電源として活用ができるといったメリットがあります。またですね、利用にあたってはスマートフォン、インターネットを使ったスマートフォンで、全て行いますので、非常に、簡単にご利用ができるというのが、特徴になっております。はい、この授業が行われることでどんな効果が期待されるんでしょうか。はい、そうですね、先ほど申しましたけれども、まず災害時にですね、こちら蓄電池が積んであるんですけれども、動く蓄電池としてですね、こちらから電気を供給することができますので、非常時には、そういった部分の、電源として活用ができるといったメリットがあります。でまたですね、これは非常に大きな特徴であるんですけれども、高度なエネルギーマネジメントの活用という、ことがあります。はい、こちらにですね、待機中の、蓄電池にですね、電気を、充電したり放電したりというものを、遠隔のシステムを使ってですね、制御をしますので、電力のですね、需給状況ですとか、あとは予約の状況を見ながら、適切なタイミングで充電放電を行うというのが、特徴になっております。またあとはですね、シェアリングサービスになりますので、自家用車を、所有する形から、シェアするという形にすることによりまして、例えば車をですね、台数が減らせるというようなことがあります。それによってですね、CO2 の削減、といったものも剥がれる形になっております。はい、ここからは実際の利用方法について高橋さんにお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらの場所というのが、市役所の裏手、障害学習センターとの間のところに、はいはい、もう実際にこのようにカーシェアリングの車があるわけですね。そうです、2台小田原市役所に置いてあります。はい、ピカピカの車ですけれども、ね、はい、これ私たち利用者どうやった実際には利用できるんでしょうか。利用にはですね、一応このスマートフォンでアプリを使って予約していただくという形になっておりますので、今から実際にちょっとやってみたいなと思います。はい、EV シェアのサービスの名前が eMO というアプリになりますので、eMO のアプリをまずダウンロードしていただきます。はい、で予約する際はアプリを開いていただきまして、こちらに時間とあとステーションなど地図が表示されるようになってますので、まずは自分が使いたい時間にセットしていただいて、OK のボタンを押していただきます。はい、ってなりますと、だいたい自分の借りたいステーションがちゃんと間違ってないかどうか確認していただいた後に、一番最後にここですね、この車両を予約するというボタンがありますので、押していただいて、予約をもう一回押していただくと確定になります。これだけで予約がもうできた状態になっております。簡単ですね。そうですね、すごく簡単にここまではご自宅でできるということです。はい、できます。ご自宅でも、そうですね、どこでも簡単にできるものになっております。はい、こちらの画面、ご利用開始時点で 252km 走行できる見込みですってありますけれども、はい、ちょっとね、EV ってあまり距離走らないんじゃないかなっていうイメージがあったんですけれども、十分ですね。そうですね、もう十分ここから東京までのも全然行けるぐらいちゃんと走る車になってますので、往復以上ですもんね。そうですね、はい、安心していただいて大丈夫だと思います。ちょっと一昔前の概念をちょっと変えないといけないですね。そうなんです、なかなか走らないイメージを覆していただいて、はい、わかりました。お願いします。はい、それではこのスマートフォンで利用の登録、そして予約までできました。はい、予約時間の前に
こちらに到着すればいいんですね。そうですね、はい、10分前から使えるようになってますので、はい、大体10分前に来ていただいて、はい、車があることを確認していただいてから、このスマホを使ってですね、利用開始をしていただくと鍵が開くようになっております。はい、うん、これで鍵が開くようになっております。このスマートフォンが鍵になるんですね、はい、そうです。なので一番最初はこのスマートフォンを使っていただいて鍵を開けていただくという形になっております、はい、びっくり。そうなんです、はい、なので利用中にどこか駐車場に止めて鍵を閉めたいっていう場合があると思うんですけど、はい、その場合はこの助手席の近くの下に鍵が入ってますので、はい、まず最初にこちらを外していただいてから利用を開始していただくようになります。本当の鍵が出てきた、はいはい、電気自動車なのでこちらに、はい、充電が今されている状態になってますので、はい、充電刺さってますね、はい、なのでそれを次に抜いていただく形になります、はい、ね、でも初めてだとちょっとまごまごしちゃいそうですね、はい、その場合はですね、この助手席の横に使い方のガイドがありますので、はい、これを見ながらやっていただければと思います、うん、ね、写真付きなので分かりやすいですね、はい、だいぶ分かりやすく書いているので、はい、これを参考にしてみてください、ね、そしてコロナ対策として除菌スプレーも、はい、中に常に置いてありますの です、ね、はい、気になる方であったり、まあ、次に違う方も使ったりしますので、ちょっと後の人のことも考えてやっていただけるとありがたいなと思います、はいはいね、触れる部分などはね、はい、ちょっとマナーとして、そうですね、はい、利用前後にやっていただきたいですね、はい、いや、まあ本当にこの EV カーシェアリング気軽に簡単に利用できることが分かりました、はい、こちら利用料金などはどんな風にかかるんでしょうか。そうですね、時間としては最小で15分単位で借りられるものになっておりまして、最大で72時間まで借りられることになっております、はい、で15分で一番安いお値段で220円から、はい、借りられることができますので、ぜひ試ししてみてください、はい、あ、じゃあまたジュニアシートも完備されてる、ね、はい、完備されてるので小さいお子様がいらっしゃる方でもお気軽に使っていただけるかなと思います。今日はこのカーシェアリングを説明するのに小田原市役所の、はい、まあ、ステーションっていうんですかね、はい、ステーションました、はいはい、こちらの他にも借りられる場所っていうのはあるんですか。はい、他にも例えばですね、小田原ガスさんですとか、あとは鈴広かまぼこの里さんですとか、はい、合計9カ所に設置されておりますので、そこに使っていただければと思います。はい、まだ6月から始まったばかりの事業なんですけれども、はいはい、この9カ所というのはそのうちもっと多くなっていくんですか。そうですね、段階的にどん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 増やしていくものになりますので、もしかしたら次の段階でお家の近くにできたりとかもするかもしれないので、皆さん注目していただければなと思います。はい、それでは改めまして市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、現在は新型コロナウイルスの影響でなかなか外に出れないという状況も続いていると思いますが、逆にこういう状況でも外に出なければいけないという方がいらっしゃると思います。そういうコロナ禍で頑張る皆様への応援企画として、6月中は無料でご使用いただけるようになっておりますので、ぜひご活用していただければなと思います。この時間は6月から始まりました EV カーシェアリング事業についてお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。広報小田原、この時間は小田原お魚チャンネル解説のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは小田原市水産海浜課の健坊さん、そして小田原魚普及の会の本田さん、そして海です。よろしくお願いします。まあ、小田原といえば、はい、海、魚、そしてこのほど小田原お魚チャンネルなるものが開設されたということなんですね、はいはい、これどういう取り組みなんでしょうか。はい、小田原お魚チャンネルなんですけれども、はい、小田原のお魚をもっと知って買って食べてもらおうというコンセプトのもとですね、はい、まあ、YouTube を中心に、まあ、小田原のお魚にまつわる、まあ、楽しい情報をですね、はい、お伝えしていくという番組になっております。はい、で、まあ、この取り組みはですね、小田原の魚ブランド化消費拡大協議会ですとか、まあ、小田原魚普及の会ですとか、うん、まあ、そういった団体の取り組みもですね、まあ、さまざまな団体の取り組みをちょっとまとめてお送りするという番組になっております。この取り組みをこうやろうと思われて始めたきっかけはあったんでしょうか。はい、そうですね、まあ、ちょっと今新型コロナウイルスの影響もあってですね、あ、はい、まあ、ご自宅等でこう過ごされる機会が、うん、多くなったと思うんですけれども、まあ、そういった機会をですね、まあ、ご自宅で過ごす機会を、まあ、お魚で楽しんでいただければという思いで、うん、まあ、YouTube チャンネルを開設したという次第でございます。はい、さあ、そしてね、今日は海も応援に来てくれましたね、はい、今年は小田原ジジ魚祭りなどもそうなんですよ、イベントがね、はい、
もうイベントができなくなっちゃって、はい、海もなかなか出場所が行く場所がないんですけれども、はい、まあ、今日はちょっと、まあ、ちょっとソーシャルディスタンスちゃんと取りながら、出ておいただいてます。こちらの取り組みなんですけれども、はいはい、何かこう心がけていらっしゃることはあるんですか？そうですね、まあ、チャンネルを始めるにあたって、うん、まあ、どうしてもこう役所の SNS ってちょっと硬い感じが多かったりとかして分かりづらいものもあるかと思うんですけど、はい、なるべくこのチャンネルはですね、もう親しみやすさを全開に出して、うん、もう分かりやすく楽しくといったところで、はい、取り組んでおります、はい、なのでですね、まあ、ぜひぜひ、チャンネル登録をしていただいて、これからもいっぱい、いろんな取り組みを紹介していきますので、はい、ぜひご自宅で楽しんでいただければと思っております。続きまして、すでに小田原お魚チャンネルにおいて料理教室を実施されたという小田原魚普及の会の本田さんにお話をお伺いします。はい、お願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに本田さんが所属されている小田原魚普及の会とはどのような活動をされている会なんでしょうか？はい、小田原はとても安くて、それから種類が豊富なお魚があるわけですね。それを、皆さんに各家庭に簡単にお料理して食卓に並べていただけるような PR をしております。はい、もうすでに放送されている動画の中でもこの小田原のアジを使った料理教室を実施されたそうなんですね。はいはい、今後の取り組みなど決まっていることがあれば教えていただけますか？そうですね、私たちは一般的に大衆魚と言われるアジとカマスとサワと、ま、イワシとってそういうお魚を簡単にお料理できるようにと思っているんですね。でこれからもう水揚げされてるんですけど、カマスがシーズンになってくるんですね。はい、ですのでぜひともカマスを使ったお料理を皆様に PR したいなと思っております。はい、はい、ね、ちょっと魚料理というと、はい、まあ、生でそのままいただくか焼くか煮るかぐらいしか私できないんでぜひ、ね、こういう、まあ、お母さんとかパパさんたちにもぜひ参考にしていただきたいですね。そうですね、カマスはとてもね、うん、骨抜きをしてしまえば簡単に食べられるお魚ですので、はい、うん、ぜひ食べていただきたいと思います。はい、この小田原お魚チャンネル、はい、どのようにご覧いただくことできますか？はい、ですね、YouTube 上でですね、小田原お魚チャンネルと検索していただくか、はい、あとは、今映像で出るかと思いますが、QR コードをですね、はい、読み込んでいただいて、ぜひご覧いただければと思います。うん、はい、ね、ぜひね、小田原の地域の魅力再発見、この意味もあるかと思いますので、はい、ぜひ皆さん、小田原お魚チャンネルご覧ください。ご覧ください。